はい、皆さんこんにちは、ハッスルマミーです。今日はリピートしている、使い続けているディオーディナリーの商品のご案内です。最近ね、ニオドの製品に夢中なんですけれども、ディオーディナリーでも使い続けているものはあります。ディオーディナリーの商品たくさんね、好きなものがあるんですよ。結構ほとんど好きなんですけれども、その中でも厳選して使い続けているディオーディナリーの商品を今回はご紹介したいと思います。はい、それではまず洗顔料からいきます。洗顔料もうすでに使っていて、シャワールームにはあるんですけれども、こちらのスクワランクレンザー、はい、このスクワランの洗顔料は、結構ずっとリピートしてます。何個目かもちょっともう覚えてないぐらいですね。安くて使いやすい。それから伸ばしていくと体温でね、ゆっくり溶けていくんですよ。メルトしていく感じが私はすごい好きです。で、私はね、しっかりメイクするタイプではなくて、言っても日焼け止め、アイシャドウ、アイラインぐらいですかね。それが日焼け止めがきっちり落ちれば満足です。でも日本に住んでる方はわざわざスクワランクレンザーを個人輸入する必要はないかなとは思ってます。日本にもたくさん優秀な洗顔料はありますよね。私がもし日本に住んでいたら、これをわざわざ、個人輸入はしないですね。はい、はい、その次は美容液いきます。美容液もね、たくさん好きなものがあるんですけれども、絞りに絞っての4点です。マトリキシルだとかアルジネリンとかね、ナイアシアミドとかいろいろありますけれども、ナイアシ、これはちょっとどかして、こちらナイアシアミド、ちょっとね、今はね取り入れてないんですよね。今まだニオドのカイスとか、いやケースとかいろいろ使ってるので、ちょっと今これ出番がない状態です。ナイアシアミドのこれ大きいバージョン、60ミリのバージョンですね。こちらと、それ、これは美白というかシミ対策のものですね。アルファルブチン。はい、そして、ビュッフェのコッパーペプチド。これも今はまだ、これ在庫にある状態で、まだ使ってません。まだ、ニオドを使っているので、ブルーのこちらは、美容液です。ペプチド美容液ですね。今ここに現在ないですけれども、普通のビュッフェは併用禁止が少なくて使いやすいのがいいと思います。なので初めてディオーディナリーを使うという方は普通のビュッフェからトライした方がいいんじゃないかなとは思います。はい、この4点はマストですね。普通のビュッフェには、マトリキシル、それからアリジナリンも入っているので、個別に買わなくてもビュッフェを買えば中に入っていますよっていうのがまたいいと思います。はい、ではビタミン C 誘導体に行きましょう。ビタミン C 誘導体は、前回もご紹介しましたこちらの2点ですね。この2点は、毎日使ってます。毎朝、特にケース、ニオドのケースを使っている時はこのビタミン C、 どちらかは毎朝使ってます。この2つは併用禁止が少ないので、とても使いやすいビタミン C 誘導体です。またプチプラですしね。はい、レチノイドはですね、今使ってても終わりかけですね。これがグラナクティブレチノイドエマルジョン、2% エマルジョンです。これと、あと在庫で、グラナクティブのスクワラン 5% もあります。グラナクティブレチノイドですね。それ以外にも在庫としては、今3本、揃えてます。切らさないように、こちらは気をつけてます。はい、レチノイドではこの2本ですね。グラナクティブレチノイド系はマイルドで、敏感肌の方にはすごくいいと思います。効果が、その代わり効果が出てくるのが、ちょっと時間はかかると思いますけれども、私的にはこのレチノイドは、この2つのレチノイドは気に入ってます。はい、それからオーディナリーのアンタイオキシダント、いくつかあるんですけれども、私はね結構どれも好きなんです。ピクノジェノールも好きだし、それからレスベラトールとフェルナさんも好きだし、もちろんビタミン C 誘導体も、今ビタミン C 誘導体使ってますね。それ以外だとこの EUK134、これが、在庫にあります。
これもね、ちょっと併用禁止があったりしてなかなか使いづらいんですけど、なので今ちょっと使えてないんですけれども、まあ、使える場面を、まあ、使える時を作らなきゃなとは思ってます。EUK 使い、この EUK 使い終わったら、またピクノジェノールとかフィルラさんを買うかもしれません。その辺は、どれも優秀だと思ってるので、自分に合う好きなものを選ぶといいと思います。オーディナリーのアンティオキシダントはどれも優秀だと思ってます。保湿系ですね。保湿系だと、これは欠かせないですね。ナチュラルモイスチャライゼングファクター、ヒアルロン酸。安いし、安くてとても優秀だと思います。バスルームにはこれと、あとスクワランクレンザーを必ず置いてます。まあでも私の中ではキュレルと、このディオンディナリーの保湿剤、紹介したインスタグラムでご紹介したのかな、ラロッシュポゼ。ラロッシュポゼのシカバーム、この3つの保湿剤はどれか必ずちゃんと家にあるようにしてます。もう絶対にこの TO の保湿剤じゃなきゃダメっていうわけじゃないんですけれども、まあ、これをセールの時には必ず買うようにはしてます。持っていて困らないアイテムなので、まあ、一度もディオーディナリー使ったことないという方はビュッフェと、まあ、こちらの保湿剤を持っててもいいかもしれません。まあ、でもスクワランクレンザーと同じで、日本にいたらわざわざ、個人輸入でショッピングはしないアイテムですね。マヌラオイルも使ってるんですけれども、まあ、冬場だけですね。まあ、特にマストアイテムではないかなという気がしてます。それでは最後にアシッド系をいきましょう。アシッド系、酸系ですね。この酸系の中では私はもうずっと言い続けてますけれども、このラクティックアシッド 10%。10% が売り切れで仕方ないときは 5% 買いますけれども、これはもう何回リピートしたかわからないほど買い続けてます。在庫がないと本当心配になっちゃうので、まあ、在庫はだいたい必ず2本か3本は、あるようにしてます。もうこれのおかげで足のかかととか膝、肘のゴワゴワの角質とおさらばできてます。毎日、これ足の裏に塗ってます。これがないとね、ちょっと夏の素足は無理です。あと産経では今使ってるのが、この間発売された、1月20日に発売された、サリチル酸 2% ソリューション、ところで、これの、無水版、まあ、オイルのサリチル酸、今この 2% をねちょっと試してますので、次回はこれのレビューになると思います。何回かしか使ってないですけれども、いいですね、これ。やっぱり4年間、また、みんな待たされてて、ずっと、いつですか？早く出してください。いつですか？って言ってる意味がやっとわかりました。次回のレビューを楽しみにしてください。はい、こちらが厳選して、私が今選んで使っているディオーディナリーの商品です。もうほとんどね、ニオドの方に移行しちゃってるんですけれども、まだまだこうやってディオディナリーの商品も併用して使ってます。きっとディオディナリーのファンの方は、私はこれを使い続けてますというものがあったら教えてください。はい、それでは次回はサリチルさんのレビューになります。皆さん体を壊さずに、元気でいてください。それでは次回またお会いしましょう。さよなら。